えー、ボイトレの1分から2分ぐらいの、えー、と動画です。今回は横隔膜ですね。えー、と歌うときは <laughs> この横隔膜、これが横隔膜ですね。この横隔膜を使いますが、この横隔膜は、えー、この肋骨の前側に、一番下の前側に、肋骨の一番下にくっついていて、で根元はこの <laughs> 背中の筋肉なんですね。背中の筋肉を使って、 えー、背中の筋肉が途中から横隔膜になっているということですねなので、ね、背中を使う感覚があると声も良くなってきますねで背中の筋肉がこう足の付け根まで伸びている,いるので、ね、足の内側の、えー、太ももの内側の付け根あたりにも,にも、えー、力を込めると良い声になってきますこんな感じですね こう肋骨の下に横隔膜がついてで背中にくっついているというで背中から足の方に筋肉が伸びているので,ので足にも力を入れると良いというこのこの筋肉ですね足の内側の足の付け根あたりですねにちょっと力を込めて内側にこうギュッと力を込めると良い声になってきますなのでこの歌を歌う時はこの「 えとうなじからこの腰にかけての,この筋背中の筋肉ですねこの背中の大きい背中の筋肉を使って歌う感覚まあ背中を使って背中で歌う気背中で歌う感覚があると、えー、良い声になって良い声で豊かでまあ響く声になってきますので背中で歌う感覚を持ってちょっと歌ってみてください今回は以上です。